しもーし、お疲れ様でした。これちょっとさ、できた施設みんな説明してほしいな。みこちからちょっと説明してよ。じゃあまずこちらがですね、おー、桜にこう匠によって彩られたこの噴水でございます。ねえ、死にすぎなんですけど。みおちゃん、みおちゃん、説明続けていただいて大丈夫です、取ってきます。これがえみこちだこの噴水ってことですか。はい、はい、フォトスポッツでございます。どうですか。フォトスポッツ、かわいい、おしゃれでしょ。 おしゃれでござる。すごいな。やはりちょっとなんか ID メンバーといえばなんかちょっと、なんか勝手に紫のイメージがありまして。勝手に、うん、なんかちょっとアメディストなんかおしゃれな建築のイメージがめちゃくちゃあってさ。はいはい、ID さんもまだ行ったことないけど、めっちゃねおしゃれなわけよ。映えてますね。だから我々も負けてられませんよという感じで。そういう、なるほど、そういう気持ちもね、迎え撃つということですかね。そういうことでございます。わためもこれ、かわいいね。嬉しい。あ、うばしく貼ってる。ほんとだ。めっちゃ貼っといた。かわいい。かわいい。写真撮ってほしい。 いいね。 ここね、後ろにね、作らせてもらったんですわ。はいはい、ハートの中にちょうど噴水が入っていい感じだな。いい感じ。確かに。かわいい。かわいい。そしてその後ろにあるウェルカムなんて言うんだっけ。あ、ウェルカムアーチですね。ゲートアーチ。はい、アーチ。後ろも綺麗。そうなんです。ちょっとね、金のある感じを。金のある感じやばいな。金が、なんだね、これね。でもめっちゃ可愛い、これ。やった、嬉しい。可愛い。さっきの配信では、後ろ、筒抜けだったんですけれども、はい、ミオ先輩がサンゴを取ってきてくださって、これにシートを作って、はい、共同作業で。おしゃれ。おしゃれじゃないの、これちょっと。へーわかるな。いいね。あ、わかめも植えてある。わかめも植えました。わかめ。ミオ先輩センスですね。はい、ありがとうございます。アクアリウム美しいですわ。そしてその左にもね、水槽を作ってくれた。おー、あら、先ほど頑張ってちょっとトライデント刺されながらシーランタン取ってきました。すごい。あの辺そんなに危険な区域だったっけ。めちゃくちゃいっぱいいて、めっちゃ吸われたし、めっちゃトライデント刺されたでござるが、なんとか。なるほどな。頑張ったでござるな。おしゃれおしゃれ。おしゃれおしゃれ。夏って感じもしますね。するね。そしてその左側にあるのが、祭りの作ってくれた、はい、ここはね、なんて言ったかな。お花屋さんみたいなやつ。お花屋さんみたいなの、なんかこう、癒しスポットみたいな感じの。おしゃれじゃないの、ちょっと。あ、おしゃれなの、作ってくれましたね。かわいい。ちゃんとご飯も置いてある。ご飯も入っております。はい。そして、その、後ろのね、ベッドのところを作ってくれたのは、るいちゃんがベッドを作ってくれましたね。この辺ね。みんなの色を、みんなの色を揃えてくれたという感じですね。いや、いいですね。はい。歓迎されてますね。ちっちゃい木もいいね、この後ろの。ね、かわいい、これ。この後ろの木は、ボタンが作ってくれた、ししろが作ってくれたやつやね。ボタンタンが。空中庭園ですか。そう、最初水入れたけど水温薄いってなってやめた。なるほどな。水入れしてもある。うん、ちょっとね、枕元で、ね、水の音すると落ち着かないからね。確かに。取れる夢見たもんな。トイレに行きたくなった。はい、そしてその後ろにあるハートのオブジェ、これね、あきちゃんが作ってくれた。はい。これ仕掛けがあるからね。るんじゃない、これ。これね、JP と ID のサーバーがつながるっていうことだったから、ちょっとセレモニー的にやってもらいたいことがあって。はい、はい、セレモニー。そう、ちょっと試しに片っぽ。ネタバレしちゃったんですけど。はい。あ、バレちゃったかな。
とね、まあ、何のことかわかんないと思うんで、はいはい、そうですね、はい、まずは JP 側ちょっと流させてもらっていいかな。お願いします。お願いします。お願いします。わー、うわー、天才やんこれ。すごい。ちょっとあきちゃんに頼んでみこのなんかみこにも作ってほしいよこれ。ちょっと個人的に欲しいですけど、依頼が来ちゃってますよこれ。じゃあダイヤ64個で頑張ろうかな。え、待って。結構ボルな。結構飛ぶ。なぜか。はい、というわけでね、すごい、なかなかね、みんな全体的におしゃれな建物になりましたね。はい、素晴らしい。でもね、ちょっとなんかね、刺激が足りないかなって思いまして。え？お？刺激？ちょっと皆さん、こちらに。みよちゃん。こちらね、これは紐なしバンジーです。え？紐なし？みよちゃん、これ、死ぬんじゃないんですか？いや、そんなことは、ね、ちゃんと慎重に飛び降りれば死なないということを、ちゃんとうちが、まず実証しようかな。じゃあ、来たーみおちゃん。行きますよ。じゃあ飛びますよ。本当に行きますよ。はい、今までの結果からでも言うとちょっと信憑性がちょっと怪しいところがあるんですが、大丈夫でしょうか。これはね、大丈夫ですよ。行きますよ。行け。制作者がね。はい。わ、バンジー。うわ、みおちゃん。あ、すげー。行ける。行けるじゃん。失敗するちゃう方もいるかもしれないし、まあでも一応ね、成功を半数ぐらいは成功するっていう紐なしバンジーです。あ、むずすぎるでございます。ちょっと半々なのがやばいけど、今日は楽しみですね。じゃあ22時ね。そうですね、はい、スキル満点な。というわけで、じゃあ上でちょっと記念撮影終わりにしましょうか。はい、せっかくだからちょっとフォトスポットの前で撮りましょうかね。はい、で後でね、ウェルカムのところとかでもさ、うん、ID の子とかが来たら撮ろうよ。やったー、うん、そうしましょう。さ、ちょっと今言っとくんですけど、何ですか、22時なんか花火的なのがあったら楽しいかなと思って、お用意してたんですけど、よかったら、いいですか。そんな花火の、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい色。いいね。装置は作れなかったんですが、あ、じゃあ手持ち花火だ、飛ばさせていただきますね。みんなで持ってあげましょうよ。オッケー、じゃあみんなで持とう。なんだ今の、みんなで持ってあげましょうよ。ないよ。燃えてるやついる。これは燃え燃えキュンですね。燃えてた今のは。燃えた。燃えてもらえた。どうですか。オッケー。シャッシャッ。イエーイ。今回はこんなもんにしましょうか。はーい。はい。22時もということでね。そうですね。はい、皆さん22時もね、ID のメンバーたくさん来るんで、はい、よかったらそれぞれの施設をね、案内してあげてください。参加になるんですが、参加させていただきたいと思います。ありがとうございます。助かります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。